美容師の宝石伝道師えっちゃんです。先日3月28日から4月1日まで、私の友人でジュエリーデザイナーでありアンティークビーズのコレクター、また世界各国からの不思議で私も見たこともないような宝石の収集家でもあるインドラマン・スヌアールさんがリアンにて彼の作品の展示販売をしました。よくアンティークというと私自身が苦手というか、何か入ってしまっているというか受け入れられないエネルギーを感じるものがほとんどなのですが、インドラさんのビーズや石たちはなぜか愛らしくて力強くて温かさが伝わってくるので、かえってお店が活気づきます。いらした方々ももうかなりの盛り上がりようでした。アンティークビーズやレアストーン、古代のビーズ、それぞれの方に合う素敵な製品になっていきました。それもあっという間に出来上がってしまうのです。またマンダラや空気清浄機よりも心地よい空間になる波動を調整する大きな石、ハリ水晶なんですが、それぞれいろんな石がリアンのお店もさらに居心地の良い安心感のある空間に包まれました。インドラさんがその方に選んだルースやアンティークのビーズや金のビーズを使って、もう一瞬という速さで作品にしてしまう、その工程もこちらの動画でお伝えします。作業中の風景、アトリエは東京なんですか。そうですか、東上野にあるんです。ああ、そうなんですか。全部手作業なんですね。そうですね。機械とか全然使わずに。機械使わないんですけど、うん、そんなたくさんは作れないんですね。作れないんですよ、一人で作るんで、うん、そうですよね。落ち着いて作ってる時間も最近少なくて、うん、イベント終わったらすぐ家に帰るって言ってないんですけど、子供が小さいからですね。うん、焦点を変えて奥さん日本人なんですか。ネパールの人です、ね、ネパールの人ですか、はい、こっち日本の大学行ってて。ああ、そうですか、はい。デザインは石を見てから決めるんですか。そうですね、石とかパーツとかですね。もともと手先が器用な方なんですか。そうですね、うん、そうですよね。僕はできないな目がちょっと弱くなってきてるんで、本当目は大事ですね。隕石だね。隕石の時計。隕石の時計。話がそれましたが。詰め切ってないんですけどね、詰め切る時間になって、それじゃあった方がやりやすいじゃないですか。詰め分厚いんで、あのピンチ、うん、ペンチ代わりに使えるんですよ、うんうん、薄くないから。そうですよね、ピアスも厚くしてる。それだけでもいい？いや、もう一つつけなくてもよかったです。つけてみますか。つけてみます。はい、プレートだけつけます。プレートつけたら1センチちょっと長くなるんで。うん、
やりやすくなるし、うん、そうですね、このぐらいでいいですね、バランス、うんうん、すごいかっこよくなって、いいと思います。力もある、うん、力あります。でプレート、大事、プレート力あるかどうか大事。そう、大事。お客様の目の前でビーズがその方のためのお守りとして本領発揮できるセンスある素敵なジュエリーに仕上がる。また不思議といらしたお客様皆さんが口を揃えて言われるのが、えっちゃんとそっくり、本当に一人一人違う宝石やビーズがぴったりその人に寄り添う宝石やお守りとして完成して溶け合っている。一人一人に合うジュエリーがインドラさんの手で出来上がっていく。身につけるとさらにもうぴったりで、人それぞれに違っているのにその一点一点がぴったりと寄り添うように、合う似合うと感心しながら全員が納得されていました。不思議ですね。私自身も横で見ていて、あ、選び方そっくりと感じました。またまるで真空パックのようにぴったりと合う。ビーズやネックレスはその場でデザイン画を描き、その通りに出来上がって身につけるとさらに良い。これぞインドラマジック。それにしても本当にインドラさんの伝え方が私と似ている。お客様である人と宝石が心から好きだから自然にこういう作品に仕上がる、なるべくして出来上がってしまうのだろうなと思いました。インドラさん曰く、お客さんも僕も楽しいと思えるのが一番です。そう、お客様が喜んでくださり笑顔になる、それが伝えるものとしてどんなに最高の喜びとなるか言葉だけで伝えきれないくらい嬉しいのです。インドラさんも私も同じ思いです。だから自然に伝え方が同じなのでしょうね。一番長くてこのぐらいですね、うん、いい感じですね、うん、で短いので、うんうん、こんなぐらい、うん、一回つけてみますか。はい、ついに出来上がりました。アリゾナのタコイですね。はい、でこちらの G ビーズは何ていうの。水門天寿、水門天寿、水門天寿ね、天寿、水門天寿、はい、はい、天寿ですね。水門天寿という可愛らしいし、はっきりしてますね、やっぱりね。そうですね、そういい感じ。インドラさんのここチェーンとこのタコズがポイントではポイントなんですね。ポイントです、ね、かわいい、うん、ポイントプラスお守りの組み合わせ、ね、ありがとうございます。いかがでしたか。ただ販売するだけでなく、仕入れた一点一点がそれぞれの表情を持ち個性ある作品になり、選ばれた方々のところに伝えられていく本来の宝石のあり方ってこれなんです。だから私もインドラさんの宝石やビーズ作品が好きです。また思いが同じなので楽なんです。形だけではなく本当に宝石やビーズが好きだから、そしてこの道を歩み人も大好きになって伝えていく使命、天命を全うすることの喜び、その生き方に共鳴します。ジュエリーで楽しい、嬉しいとワクワクする気持ちで毎日が送れたら、それが本来の本当の心のお守りだと思います。えちゃんでした。